キーボード。キーボードはコンピュータへの入力機器の一つであり、種子でキーを押すことでコンピュータへ文字信号などを送信するもの。鍵盤と呼ばれることもある。様々なソフトウェア上で文字入力を基本とした機器であるが、コンピュータの操作全般にも用いられる。日本語における鍵盤はキーボードからの訳語であり、両者は本来的に同一のものである。 欧米においては、鍵盤楽器のからくりを応用した、機械式タイプライターを経て、タイプライターのインターフェースを模した電子的、入力機器へと連続的に発展していった。歴史的経緯により事元の概念として理解されるが、タイプライターの普及が限定的に止まった日本社会通年においては、楽器の鍵盤と入力機器のキーボードとは断絶しており個別に扱われることが多く、 電子楽器のキーボードでわずかに関連性が示される程度である。一般的なキーボードの形状は、長方形の板状の筐体におよそ100前後のキー、鍵が設置され、キートップには、文字、記号、機能等が印字されている。キートップを押したり離したりすることによって、スキャンコードがコンピュータへと送信され、これによりコンピュータの操作を行う。材質、配列、形状。 インターフェース、また用途や品質により、様々な種類が存在する。元来は、電動タイプライターの操作部をそのまま借りてきたもので、あり、最初期のコンピュータで用いられた、パンチカードやロジック配線パネルに変わるものである。その後、端末動作用のコントロールキー、ファンクションキー、ALT キー、オルタネートキーなどが加えられて、現在の形になっている。これらは内部に、 電気的スイッチを持ち、場合によってはそれをキーボードの内部的に処理して、各々のキーに設けられた単純なスイッチの開閉という信号から、より少ないケーブルで入力情報を伝えるための電気信号に変換する、集積回路を持っている。また、少数ではあるが、筐体内部に CPU、メモリ、ストレージを実装し、キーボード自体が PC となっている製品もある。また、 ノート型、ラップトップ型と呼ばれるものは、キーボード本体と一体になっている。キーボードは、タッチ、入力時の感触や音など、使用者個々の感能的思考に左右される部分が大きいため、より廉価なマウスほどではないが、キースイッチの構造や、外形デザイン等さざまな差別化がなされた製品が、各社からリリースされている。キーボードは大部分の PC に、 標準装備の基本構成機器の一つである上、使用利便性を考慮するとかなりの実装面積を必要とる目立つ部分でもある。かつてのキーボードは灰色や白色のスイッチが並ぶ、どのメーカーでも似たような形状の素っ気ないものだったが、市場競争の激化とともにシステムフルセットで供給されるメーカー製 PC では、Apple 製品を筆頭にモニターや本体等とトータルコーディネートして、 衣装を凝らされるようになっている。キーボード単体でも形状や電色でデザイン性を高める付加価値をつけた製品も多い。PC 市場のメインストリームがキーボードの取り替えが可能なデスクトップ型から本体にキーボードが固定装備されたノート型に移行すると周辺機器としてのキーボード市場は縮小し、並行してキースイッチの形状も背が高い壇上であったものが、 ノート PC と同様のパンタグラフ式スイッチなど操作感覚が近いフラットなデザインのものが多くなった。またデスクトップパソコンにブラウン管モニターの組み合わせが主流だった90年代まではキーボードを含むパソコンは白系のカラーが主だったが2000年代以後ノート PC 及び液晶ディスプレイが主流となってからは黒色系が主流になった。しかしその後 ノート型 PC のシェアがタブレット型端末やスマートフォンに参照されるとともに小型化を優先してキーボードを排したこれらの端末では文字入力を多く行うユーザーは支障が出るため別途キーボードを購入する需要が生じタブレットやスマートフォンのクレードルとなりノート PC 同様のレイアウトで使用できるもの Bluetooth で無線アクセスにより携帯端末をそばに置くだけで 使用可能となるもの、携帯に便利な折りたたみキーボードなどが売れ筋となっている。コンピュータ用キーボードは様々な種類があり、キー配列一つとっても多くの種類に分類できる。日本では日本語入力のために、全角、半角キー、変換キー、無変換キー、カタカナ、ひらがなキーなどの漢字変換用キーが追加された実キーボードが主に使われているが、 親指シフトキーボードをはじめとする、特に日本語入力のための配列を工夫したキーボードもある。なお、使用辞書の少ない米国の英語入力のためには、欧州より文字キーの少ない米国配列のキーボードが使われている。米国配列のキーボードでは、アットマーク、コロン、引用不等、記号の配列が、ジスキーボードとは一部異なる。ちなみに、 米国配列の英語キーボードでも日本語の入力は十分可能である。文字キーの個数が JIS キーボードより少ないため、金の配列も一部異なる。一部では日本語ユーザーでもあえて、米国配列のキーボードを使用するものも存在する。最初に触れた米国配列のキーボードでタッチタイピングを覚えたり、キーの少ないシンプルさが好まれたりすること等がその理由である。 ディスキーボードでも、テンキーが右側に別にあるものを、スタンダードキーボード、テンキーがアルファベットの文字列中にあるもの、テンキー部のないものを、データエントリーキーボードと呼ぶこともある。また、前者を、フルキーボード、後者を、テンキーレスキーボード、等と呼ぶこともある。前者は、主にデスクトップ型パソコンやコンピュータ端末などで、使用され、後者は、ノートパソコンや、 ショースペースを目的とする一部のデスクトップパソコン、データ入力を専門とするパソコン、コンピュータ端末などで使用されることが多いが、テンキーブの有無で用途が区別されることはあまりない。テンキーブの省略されたテンキーレスキーボードは通常のフルキーボードに比べ種類が少ないが、その中でもフルキーボードから純粋にテンキーブを取り除いたものと少しでも 全体をコンパクトにまとめるために、独自の配列を採用したものの2種類に大別される。どちらにせよ、テンキーの存在は、ポインティングデバイスの設置位置を遠くするため、テンキーのないキーボードは一部のユーザーに徴用されているが、個人用途では2007年1月現在でも未だ、ニッチの意見を出ていない。PC サーバーを19インチラックに搭載する場合、設置スペースの関係から、 テンキーレスキーボードを用意することが多い。それとは逆に、ノート PC で数値入力を頻繁に行う場合の作業効率を上げるため、テンキーのみの外付けキーボードも存在する。かつては PC-98 シリーズや富士通など、メーカー独自企画ごとの純正品あるいはサードパーティー品がカタログに並んでいた。現在でも USB 接続の汎用品として、 販売されている。少数だが、マウスやトラックボールとテンキーボードを一体化した製品も存在する。また、キニーシスのコンデスキーボードに代表される人間工学に基づいてタイプする人の負担を減らすことを重点に置いた、いわゆるエルゴノミクスキーボードやフロッグパッドやカットキーのように片手での入力を行うことを前提としたキーボードもある。 ゲーム用のコントローラー、ゲームパッドの中にはゲーム用デバイスであるにもかかわらずゲームコントローラーの信号ではなくキーボードと同じキーコード信号を出し OS 側からは一般のキーボードとして認識されるものもある。これらは特別なドライバーをインストールする必要がなく、またゲーム用の接続ポートが占有されないなどの利点があり、ネットゲームのヘビーユーザー向けとして 少数ながら販売されている。中には、マイクロソフトのストラテジックコマンダーのような特殊な形状をしたものもあった。最近ではマウスにハードウェアマクロを搭載するため、マウスを USB 接続にし、内部的にキーボード信号を出して、マウスキーボードの複合デバイスとして認識させる場合もある。この場合一旦マウスに設定を登録しておけば、他の PC で ドライバレスで同じ動作を可能にできる。また身体障害者向けに一部キー機能を抜き出した入力機器も見られる。特にソフトウェアキーボード、スクリーンキーボードはキーボードの機能をソフトウェアで実現したもので画面上にキーボードの形を表示し、ポインティングデバイス操作によるカーソルやタッチスクリーンとペンなどで各キーを指定して文字入力を行う。 音声出力や検索機能を搭載できるカスタマイズ性が特徴の一つで初心者や障害者支援の一環にもなっている。このほか、ブックを搭載しページをめくることでキーボードキーの意味がプログラムにより変わるインテリジェントキーボード、鉄道駅などの緑の窓口の発見端末など特殊なペンによりキー入力を行うペンタッチキーボード、PDA などで使用などがある。 他にも、ショートカットコマンドの入力用として、お気に入りキーボードのような製品も存在する。キーの横方向の間隔を、キーピッチと言い、フルサイズのキーボードで 19mm である。かつては 17mm 程度などのより、キーピッチの小さいキーボードを搭載した、モバイルノートパソコンも買ったが、近年は、モバイルノートパソコンも B5 サイズ以上のものは 19mm の、 ものが多い。モバイル向けの外付けキーボードだと 15mm から 17mm 程度のものが多いが、15mm 以下のより小型のものもの、ある。ソフトウェアキーボードの場合、タブレットで、例えば iPad の場合、縦向きに使用した場合 13mm、横向きに使用した場合 17mm である。近年キー間に間隔を空け各くキーの面積を小さくし独立した配置にした。 アイソレーションキーボードが多く使われるようになった。ソフトウェアキーボードでは、例えばタブレットの iPad の場合、縦向きの場合 2mm、横向きの場合は 3mm、キーとキーの間に余白をつけている。Windows 8では、タッチ対象は 2mm 以上の余白をつけることを推奨している。隣接するキーを同時に押してしまうミスの低減、キーの間の清掃が容易といったメリットがある。 今日、一般に普及しているキーボードは、昔のタイプライターの時代から継承してきたものや、コンピュータの時代になってから、新たに追加されたものなど、数多くの機能を備えるようになっている。キーを押しっぱなしにした場合、そのキーに対応するコードが連続して、入力、送信される機能である。最初に押した時点から、N 秒後、M 秒間隔で繰り返しするというような設定を、 行なるキーボードもある。ソフトウェア的にシミュレートしたり、ソフトウェア側からキーボード単独でなく設定できるものもある。ほとんどの OS ではこれらの間隔を自由に設定できる。例えば、Windows においてはコントロールパネルでリピート感覚、速度を設定できる。ロックされている間はキーボード上のすべてのキーがシフトキーを押したままの状態になる特殊なキーである。 この機能の起源は機械式のタイプライターであり、シフトロックキーが有効になっている間は、文字通り物理的にシフトキーがロックされた状態となるものであった。通常コンピュータ用のクアーティ配列キーボードでは用意されていることはないが、フランス語圏で多用されるアザーティ配列等やコモドール64などを含む比較的古いもの等にはシフトロックキーが搭載されている。 クワーキ配列のキーボードにはシフトロックキーの代わりにキャップスロックキーが用意されている。キャップスロックでは一部の文字の入力はシフトキーと文字キーを同時に押す必要あるが何らかの理由で同時に押すことができない状況に対応するため、例えば Max、OSX や Windows 等を含む一部の OS や Window マネージャーの一部にはキャップスロックキーに シフロックキーを割り当てることができる機能がある。キャップスロックキャップスロックキー、キャピタルロックキーは、キーが有効になっている間、コンピュータに入力される文字を小文字から大文字に変えるためのキーである。記号等の非英字のキーは、冗談シフトとして扱われない点が、シフトロックとは異なる。キャップスとは、キャピタルレターズの略、すなわち、英字の大文字の意味である。 詳細は、ナンロックキーを参照。詳細は、スクロールロックを参照。詳細は、プリントスクリーンを参照。シスク、システムリクエストキーは、本来は操作中に、システムに対するコマンド入力モードに切り替えるためのキーである。メインフレーム環境の IBM3270 端末などでは、Z、OS などのツを使用時には、ベトムコマンドが入力可能になり、 Z, VM などの使用時には CP コマンドが入力可能になる。シスクキーはパーソナルコンピュータでは101キーボードから搭載されメインフレーム接続用の端末エミュレータで使用されるがパーソナルコンピュータでは伝統的にコマンド入力度への切り替えには ESC キーを使用するアプリケーションが多いこともあり。シスクキーは一部のディスプレイ切り替え装置用ソフトウェアや リナックスカーネルでのマジックシスクキーなどを除き、使用頻度が低い。機械式キーボードにおいては、右端まで来ると、その旨を通知するためのベルが鳴る。コンピュータ用のキーボードは、一部の機種、3のキーボードなどにおいて、キーボード内にベル音を鳴らすためのスピーカーがついている場合がある。この場合、本体側からベルキャラクター、ASCII で 07H を送信することで、音が鳴る。 ただし、本物のベルではないので、ビープ音という場合がほとんどである。機械式キーボードにおいては、キーを打鍵するたびに、機械的な動作に応じて、音と手応えがするが、電気式のコンピュータ用のキーボードではほとんど音が、しない。そのため、キーの打鍵がされたかどうかを確認するために、打鍵する、たびごとに音を発生させる仕組みが用意されている、場合がある。 これをクリック音という、音の発生機能そのものは前日のベル音と同じである。しかし一部の業務用やマニア向けし用のキーボードの中には、スイッチ部分に物理的にクリック感を生み出すものも見られ、好みで選択されている。中にはこれに特化して、激しい動作音のするものも見られる、口実。電気式のキーボードは、機械式キーボードとは違い、同時に、 複数のキーを押すことが物理的に可能であるが内部の電気回路的な制約により多歌したキーすべては入力できないことがある。この際何文字まで同時にキー入力を受け付けるかを表すのがロールオーバーである例えば3キーロールオーバーとは3キーまで同時に押しても入力可能ということを指し N キーロールオーバーとはどのキーを同時に押してもすべて入力されることを指す 現在のキーボードはコントローラーによっていくつかの種類があり、安価なキーボードの場合には2から3キーロールオーバー、高価なキーボードの場合には疑似 N キーロールオーバーや完全 N キーロールオーバーとなっている。富士通製のキーボードでは疑似 N キーロールオーバーを解キーロールオーバーと称している。USB キーボードは USB HID 規格で定義されているブートプロトコルが ほとんどの場合使われるが、その場合そのフォーマットの構造から来る制約により、完全 N キーロールオーバーの機種でも、同時押しを認識されるのは、最大6キーまでとなる。キー自体は入力されるが、6キーより先は、最初に押したキーから順に指を離した扱いとなる。このため、PS に接続を好むユーザーもいるが、近年のマザーボードは、レガシーデバイスが削除される傾向にあり、 キーボードのためにマザーボードを選ぶ状況となっている。この機能は主に複数同時押しを行うゲーマー向けキーボードで宣伝されることが多い。例えばダイヤテックから発売されているマジェスタッチ。マジェスタッチリニアには特別バージョンとして N キーロールオーバーモデルが通常モデルとは別に存在する。大抵この機能を搭載したキーボードは1万円以上するのだが、 シグマ APO が N キーロールオーバーではないものの限定エリア内での複数キー同時押しを保証したキーボードを発売し FPS ゲーマー向けのエントリーモデルとなっている。しかし2010年にマイクロソフトが2つのキーボードデバイスとして認識させることで USB 接続での最大26キー同時押しを実現した上、実売価格で5000円台前後、 2010年5月1日、在という低価格も実現したサイドワインダー X4 キーボードが発表されたことで、前日の状況は一変することとなった。特殊なキーボードには特殊なステータス表示機能が付いている場合がある。PC 用のキーボードでは、一般的には、キャップスロック状態、ニューメリックロック状態、スクロールロック状態を3つの LED によって、 表す表示機能がついている。LED の色は大抵緑色か大色であるが、青色が使われているものもある。PC で一般的に使われる AT キーボード、PS2 キーボードではこれらの表示機能は、コンピュータ本体から制御可能である。この制御が、アプリケーションソフトウェアが実際に行えるかどうかは、コンピュータで動作している OS に依存する。GNU Linux 等の一部の OS では、PC 用のキーボード上のこの3つの表示機能を使い、OS からのパニック時のステータスを表示させることできるものもある。ステータス表示用の他にも、すべてのキーに LED を内蔵し、その光で暗い部屋でもキー表示が見えるようにしたもの等もある。売り出された当初は、軍事用ではないか等の噂も立ったが、おそらくは派手な電飾を好む。 マディング文化から由来したものであると考えられる。ただし、LED ではないものの、光るキーボード自体は、バックライト用にエレクトロルミネセンスを使用したセンチュリーのホタル等、それ以前から存在していた。出所の怪しさやチェリー製のスイッチ等が注目を浴びた理由であろうと考えられる。LED だけではなく、キーボードに液晶表示を搭載する例もあり、ロジクール、 ロジテック、ロジテックのゲーム用キーボード G15、ゲーミングキーボードには角度調節が可能なバックライト付き LCD パネルが搭載され、様々な情報が表示される。また極めて得意な例ではあるが、ロシアのデザイン会社アート、デブデブスタジオから全てのキートップに UKL ディスプレイが内蔵されたオプティマスマキシマスキーボードが2008年に発売された。 キーが3個だけ搭載された簡易版となる、オプティマスミニ3ーキーボードと、その改良版も発売されている。特定の機種専用のキーボードには、特殊なキーが用意されているものがある。下記はその例である。様々なものがあるが、メカニカルメンブレン、静電容量無接点が使用されることが多い。メカニカルスイッチは、ユニット自体にアクチュエーターを内蔵していることが、 ほとんどであるが、その他のスイッチの場合、スイッチを通電させたり、キータッチを出したりするアクチュエイが存在する。シフトキーや、スペースバーのような長いキーのどの位置を押しても正しく、まっすぐ謳歌できるようにするための仕組みである。これを省略している安いキーボードは、シフトキーの端の部分を押すと、引っかかって、スムーズに押せないものがほとんどである。初期の IBM PC のキーボードは、 そのためキーの中央のみにキートップをつけ、端の部分を押せないものとしていた。主にキーの機能などが印字されている。大抵の合表面にホームポジションマーカーがある。平らなもの、球面上にくぼんでいるもの、円筒型にくぼんでいるものなどの種類がある。平らなものはパンタグラフなど薄型キーボードに多く、球面上にくぼんでいるものは昔のものに多かったようである。 印字方法には様々な種類があり、二色成形、消化印刷、視力印刷、レーザー印字などがある。最も耐久性、印字の消えにくさに優れるのは二色成形だが、文字の種類だけ金型が必要なため、近頃ではコスト的な問題から採用されることはほとんどない。また、消化印刷も一部の高級機種に用いられているのみであり、 大多数のキーボードにはもっぱらシルク印刷。特に、カラー印字がある場合と、レーザー印字が用いられている。印字がされていない無刻印キーボードと呼ばれるものが存在する。キーボードの印字の重要性は、タッチタイピングをしない人に比べて、タッチタイピングをする人は低い。また、タッチタイピングをする人は使いやすいように、キー配列をカスタマイズする場合があり。 こうしたユーザーにとって印字がされていないキーボードは使い勝手が良いとの考えによるものである。キーボードを見ずにホームポジションへ指を置けるようにキートップに施された工夫のことで一般にはホームポジション各指のうち両手の人差し指を置く F と J のキートップ触れるだけで他のキーから判別できるようになっている。キートップ中央に 小さな丸い突起を設けたものや、キートップ手前に横長の突起を設けたものが多い。F と J のキートップを他のキートップよりも深くえぐってあるものもある。テンキーを持つキーボードには中指用にテンキー部の5にも設けられている。俗にオールドワールドと呼ばれる iMac より前の、つまりベージュのマッキントッシュのキーボードはテンキー部に揃えてフルキー側も中指用の D と K キーに設けられており、右手のマーカー触感が統一されていた。親指シフトキーボードには、両手人差し指用に加えて、両手小指用 A とキーにも付いているものがあり、親指のシフトに伴って、人差し指がホームポジションから大きく離れても、小指からホームポジションを探るための配慮がされてある。これらホームポジションマーカーはキーボードを見ないで、文字入力する人たちには、 非常に重要な存在である。打鍵しやすくするため、あたかも階段のように上段のキーほど高くなっている、ステップ構造とキーボード全体に指が届きやすくするため、上段、下段に対し中段がへこんでいる、スカルプや構造との接中構造のことである。特に、キートップの指との接触部分が円筒形の溝になっているものは、シリンドリカルステップスカルプ茶と呼ばれる。 スカルプチャーには実際のキーが局面上に設置されているものや、キートップの形状で再現したものなどがある。なお、シリンドリカルという単語は、キートップの表面の形状が、円筒の内側のようなえぐれをしているものを指して、使用されるのが本来であるが、最近ではスカルプチャーと混乱しているようである。タイプしやすいように、キーボード全体を傾けるための機構である。平たく言えば、 キーボードの足である。人間工学的には奥を上げた方が良いという意見以外にも手前を上げた方が良いなど異論もあり、実際に手前側を高くするためのチルトスタンドを装備したキーボードも存在する。キーボードは工場的に手で触れる、性質上汚れやすく、特に多数並んだスイッチの間に付着した手垢や、ホコリは容易に吹き通れない。 キーボードの前で飲食していると問題はより顕著となる。キーボードを掃除するための製品として、ブラシ状で静電気を利用して吸着するもの、スプレーあるいはポンプで空気を吹き付けて使用するもの、エアダスター、粘着性の樹脂を押し付けて使用するものなどが販売されている。キーボード用ではないが、ボールの空気入れがエアダスターの代わりに使える。 ゴミや毛などが溜まりがちな内部はキーを抜いてから清掃を行うことできれいに清掃できる。しかしパンタグラフ式やノートパソコンのキーボード等構造的に不可能なタイプもあるで気をつけなくてはならない。キートップの汚れはキーを抜き市販の洗濯用ネットに入れた上で洗濯機で洗うことで比較的簡単に落ちるが元に戻す際にキー配列がわからなくならないようキーを外す前に デジカメ等で撮影しておく必要がある。こうした面倒を抜本的に解決するものとして、丸洗い可能なウォッシャブルキーボードのアイデアは古くから存在していた。中には全体が軟質素材の密閉構造で、丸洗いに加えて小さく折りたたんだり丸めて蛍光可能なフレキシブルキーボードなどと称する製品も存在する。当初は使用感や 耐久性などの点で玩具の意見を出るものではなかったが、2010年代現在まで、逐次改良されながらリリースされ続けている。5色、5変換の項目も参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。